スダイチャンネルです。こんにちは。自転車の朝日、本日はジージが自転車を買う買うおー、いいじゃんいいじゃん。同じじゃん。あ、本当じゃん。一緒じゃん。ちょっとかっこいいじゃん。ね、いっぱいあるじゃんね。同じのもある。あ、そうだよ。一緒のやつもあるよ。もうちょっと。じゃあもうちょっとあれじゃない、大きいやつ買ってもらった方がいいんじゃない。だってさ。じゃあこっち。うん、小学校ぐらいまでの俺のやつがいいんじゃないよ。ああ、そういうことね。うん。だからやっぱこれぐらいのやつ買った方がいいんじゃない。する？うん。これ一緒だじゃん。一緒だね。一緒？うん。多分これが一緒のやつ。それがいい？乗れるね。いいじゃん、いいじゃん。かっこいいよ。ほら。こんなんかっこいいじゃん。ね。男の子っぽいけどな。こんなんかわいいじゃん。いろんなの見なよ。あの奥にもあるよ。カゴが変わってるやつが。自分の好きな好きな。奥の見なよ。奥にもあるじゃん。それが一緒だよ。ね、一緒だよね。それ一緒だよね。同じやつだって。それハット同じ。うん、一緒一緒。同じやつだよ。ええー、機械だ、はい。じゃあ、それがいい。うん。どれどれどれ。どれ？無理じゃなくたっていいよ、うん。自分の好きなのかってやつ。好きなのかいや、好きなの。好きなの好きなの？ちょっと、ね、撮ってくれるっすよね。すぐ撮ってくれますよね。失敗していい？ね、で、この上には乗れない。え、ダメ、あれだよ、あの、買うってなったら、ねえねえ、じゃあちょっとで今乗っていい？いいよ。じゃあじいじ買ってくれって言うから。じいじありがとうって言って。じいじありがとう。あれはどうした？店員さんのかな。ね？いいじゃないですか。そうだよ、すごいじゃん。そうだよ、こうやって練習できる。これ練習できるようなんじゃん、こうやってね。うん、だからさ、もうちょっとでっかいやつなんだよ、やっぱり乗れるから。でもこれね、これちーちゃん、ここ押せばスタンドに変えてもらった方がいいんじゃない。あ、そうだよ。あ、そうそうそう、スタンドに変えてもらった方がいい、絶対。それで変えられるんですか。変えられるっすよね、多分ね。俺は自分で作っちゃったけど。ああ。多分これ練習用なんで、こうやって持って、こうやって、うん、で、こうやって押せたりとか。もう乗れるからね。前出ないで、前出ないで、まだまだ買ってないから。買ってからよ、買ってからよ。ねえ、そんなの言わないで、いいから。これでいいの？身長で125ぐらいだった。あ、じゃあそんなにいいっすね。そうですね。入ってちょっとぐらいは
小学校入るぐらいまでしか乗れないってよ。そうなんだ。低くなるとこっちってことですか。あ、そうです。もうちょっと身長低くなる。こっちはあの120センチから。ちょっと大きいやつの方がいいんじゃないの。本当で。ちょっと大きいやつの方がいいんじゃないの。ちょっと、うん。それでも好きな方でいいよ。ちょっと大きい方があれだ。大きくなってからも乗れるよ。今これも乗れるよ。今もこれでも乗れるよ。これにする？色がどっちが好きなの？紫が好きか青が好きか。こっちが好き。あ、こっちが好き？じゃあこれじゃない？これこの色。これ人前に出られてるから。うん、うん。だからこの色じゃない？出してきましょう。はい。でもわかりそれだとあれじゃない？うん？それでまず大きさ見てみます。ちょっと大きさ見てみ。足つくかとか。うん。いいね。じゃあこれ行きますか。じゃあこれでスタンドをつけて。色いいのこの色。スタンドついてます。あ、スタンドついてる。あ、ついてんだ。あ、そこそこ。あ、そこ。じゃあこれで、じゃあこれお願いします。いいの。はい。じゃあお兄さんに持ってもらっていいの。はい。一回でお手続きします。じゃあありがとうして。持ち帰り。はい、うん、なんか説明してくれてる、うん、ギアは、まあ、ギア付きだ。そうです。え、普段あるので。すげえ。まあ、最初の、まあ、小学生だったら使えるじゃん。ギア付きなんだ。あ、マウンテンバイクだからってことですか。あ、まあ、あの、そうですね、スポーツ車をモデルにしてるので、はい、ギア。あとライトなんですけど、はい、このレバーでこうやって操作できるようになってます。あ、ライトですね。ライトがつくってことですか。そうですね。ああ、すげえ。前にレバーを通すと光ります、ね。焦げばつくってことですね。そうです、ね。うん、鍵もついてるので、はい、自転車から離れるときは必ずロックするように。はい。で、乗って帰るというか、押して帰るみたいですね。はい。うん、お願いします。今日一緒に防犯登録の手続きをさせていただくので、うん、はい、1回で。はい、わかりました。お願いします。